お悩み相談。うお、やりてぇ。旅行行った時とかね。おぉ、旅行ね。てかもう女の子ってやっちゃったら好きなんで、ね、じゃあ一緒にいないじゃん。うんうん、いや、本当にそういうの。せーの、とんかつ。はい、今日もピエンしてますか。恋の細路地チャンネル、略してホスロジということで、今回はスリサのお悩み相談。イエーイ。はい、今回登場するホソさんはこちら。はい、おはようございます。はい、それでは自己紹介お願いします。ハンゴーバーの白米です。お願いします。はい、お願いします。はい、ハンゴーバーのクズです。レイ様、よろしくお願いします。今日はですね、お悩みがちょっと来てまして、それをちょっとお二人と一緒に解決していきたいんですけど、今回の企画はアダルトなお悩み相談。視聴者の方から人には相談しづらいようなアダルトなお悩みが届いているので、我々でそのお悩みを解決に導こうというお悩み企画となっております。はい、お悩みの内容はですね、30歳の、風俗嬢です。彼氏とのセックスレスに悩んでいます。付き合ってからというものなかなかしてくれません。彼氏の仕事がたくさんの女性と会うため、もしかしたら他の女で欲を満たしてるんだと勘ぐるようになってしまいました。なんとかセックスしたいです。彼がその気になってくれどうすればいいでしょうか。なんで勘ぐるの。なんかセックスしてくれないってことは自分に興味ないってことは、でも男ってやりたいものだからさ、どっかでやってるんじゃないかと思って勘ぐっちゃうんだよ。だからそれ結構イメージなとこもある。あ、まあイメージは、ちなみになんか女性とやりたいと思う瞬間のタイミングとかってあります？あ、やりたいなって普通に思う。あ、やりたいみたいな。なんかもうあれって本能的なものじゃん。はい、本能的。そうだから俺歩いてて、携帯いじってるじゃん。うん。ちらっと、うお、やりてぇ。同じ女を抱くのはやっぱ飽きたりするんですか。いや、飽き、どうなの。人によるじゃない。人による。別にそうじゃない。飽きるでしょ。たまにはつまみ食いしたい。するでしょ。彼女とはどれぐらいの頻度でやりたいなって思うの。でも付き合いたてはバンバンやるよね。はいはい、はい、初めはやるけど、うん、だん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 多分一緒にいる時間がもういいな。そう、家族みたいな感じになるから雰囲気的にやんなくなってくるみたいな。たまにはね、やるかもしれんけど。旅行行った時とかね。おお、旅行ね。旅行ありあり。だったらまだ温泉旅行とかさ、まあ、一般的なセックスレスの原因がですね、付き合う前より手抜きになって恥じらいがなくなり、パートナーの前でこうなんかすぐ脱いだりとかもしちゃうからあまりあれだと。誕生日や記念日を忘れたりとか、髪型やファッションに気を使わなくなる。信頼感からお互いの他の異性と二人で遊びに行くことに抵抗がない。男女のすれ違い、男性は性欲を満たすのがメインだが、女性はお互いにつながりを感じるのがメインと。なんかでもさ、男側からしたらちょっと違うなっていう部分もあるよね。ありますあります。マンネリ化にならない方法があるんで、うん、一緒にお風呂入らない。あーって言ってた。ずっと裸を見てたらそれ多分ならないね。そう、なんかもう脱ぐのも普通になっちゃう。一緒に振られてたらもうドキドキもしないんだって。あ、それは。だからそのために行って、この前女の子の話でそれがなったの。で一般的なセックスレスの解消法としては、体を魅力的にする、痩せる、筋トレするとか、お風呂は一緒に入る、ほう書いてある。ほら、髪型、メイク、ファッション、下着、とにかく見た目周りとかに変え、相手に不満を与えるという感じですかね。うん、なんかもう、解消どうのこうのじゃないんだよな、もう。なんか興味ないってこと？いや、興味ないとかじゃない。まあ原因があるんだと思うけど、まあ安心してるわけ、多分。ああ、もうお前は俺から離れないみたいな感じ？うん、まあまあそれもそうかもしれないけど、じゃあそのセックスレスに当てはまるような内容って、相手に対してもう安心感があるんだよね、普通に。うん、あぐらかいちゃうっていうか。もうそれはそれでいいと思うよ。本当に。その子にしかその自分の姿は見せてないからね。それをプラスに取ればよくない？まあ確かに。どう思う、それは。え、さ、葵ちゃんがさ、投稿してくれた人の立場だったら葵ちゃんどうする。私が立場だったら、うん、直接本人に原因を聞きます。で、直すとこがあるんだったら直すし、あ、無理だなって思ったらもう理解して、なんか自分がもし求めてることがそういったことだったらそういうとこに行きます。あー、なるほどね。そうそうそう。てかもう女の子ってやっちゃったら好きなんで、ね、なんで分かる分かるんですけど、この前も話になったんですけど、うん、まあね、結局、うん、やっぱやっちゃったら依存するし好きだし、うんうん、じゃあ、まあ、フレとかはどうです。フレはこっちが気持ちがないんじゃない。え、でもやっちゃってるわけじゃん。この人とはそうならないだろうなっていう感じで。なんなん、めんどくさ。結局めんどくさ。好きな人とかさ、気になってる人とやっちゃったらさ、やっぱ依存してさ、好きになっちゃうじゃん。それが忘れらんないわけ。女の子の中で会話になった時に、セックスするのとキスするのだったらどっちがいいかみたいな話になったら、キスの方がしんどいじゃんみたいな。キスより抵抗感がないみたいな、入れてもらって終わりで。でもなんかキスは抵抗感があるじゃんみたいな。分からん分からん分からん。やっぱ女の子の違いなのか。
からキスしてくれたってことはちょっと逆あるよねみたいな話になったねえだろ勘違いするなまあ今回の悩みに関しては私は一回ちょっと話し合った方がいいと思うなって思う、うん、まあなんでしてくれないのっていうのは聞いた方がいいよね、うん、まあそうだね。でどっか旅行に行った方がいい、うん、あと僕やっぱ今見てる男の子と女の子のこう幸福を感じる時はやっぱ違うんだよ。え全然違うんだろうね、うん、A 様の答えはなんか愛をそのまんま言ってるだけで感じてんだからそんなごちゃごちゃ言うなとそりゃそうだてか本当にじゃあですどうのこうのじゃなくて、うん、じゃあ私のことも嫌いなのかなみたいな、うん、思うのも甚だしいよね、うん、じゃあ一緒にいないじゃん、うんうん、いや本当にそういうのそれはマジで付き合ってて、うんうん、スレスですどんなお前幸せな悩みだよって間違い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 人たちいるんだからそんなね甘えたこと言ってんなって分かりましたはい以上ですということで今回はですねこの3人の意見をちょっと聞いて、はい、解決していただければなと思います。はいそれではまた見てねバイ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 。皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。